週間高速道路35号線は、アメリカ合衆国中央部を南北に走る、週間高速道路。メキシコ国境付近にある、テキサス州ラレードから、ミネソタ州ダルースまでを結んでいる。この道路は2箇所で再線と、東線に分岐している。1箇所目は、テキサス州のダラスフォートワース複合都市圏。2箇所目は、ミネソタ州のミネアポリスセントポート都市圏である。 全長は 2523km で94号線に、次ぐ全米で9番目に長い週間高速道路である。また、南北に走る週間高速道路の中では75号線、95号線に、次ぐ3番目である。一般的には、パンアメリカンハイウェイの一部として考えられているが、実際には国境に直接接しているわけではない。その南端は、ラレドにある 信号機であり、メキシコ国境からは少し離れている。そのため、メキシコ方面へ向かう場合は、リオグランデ側にかかる日本の有料橋のいずれかを渡る必要がある。また、カナダ方面へ向かう場合にもダルースで途切れており、ミネソタ州道61号線か、アメリカ国道53号線を経由する必要がある。ダラスフォートワース複合都市圏。 ミネアポリス・セント・ポール大都市圏に加えて、サン・アントニオ、オースティン、オクラホマシティ、ウィチタ、カンザスシティ都市圏、デモインを結んでいる。テキサス州ラレドにある、交通信号機が起点である。テキサス州境から102マイル地点オクラホマ州境から29から30マイルの地点カンザスシティにある、ボンド橋、アイオワ州にある182番出口付近。ミネソタ州、 ダルースにある35号線の終点。背後には、スペリオルコ、スタッフ、テーブル1、メインルーツオブザドワイトディーアイゼンハワーナショナル、システムオブインターステートディフェンスハイウェイズアズオブ、オクトーバー31、2002、ルートログファインダーリスト、フェデラルハイウェイアドミニストレーション、2007年3月28日、閲覧。ギュレ。 ヨーゼフ、インターステート35ドラマティカリーチェンジドウェイコ、エスフェイス。ウェイコトリビューン、ヘラルド、オリジナルの2006年1月12日時点におけるアーカイブ。 <ッ> h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 6 0 1 1 2 0 4 1 6 4 5 h t t p w w w h i s t o r i c w a c o o r g w h p p l a c e s i 3 5 h t m 2 0 0 6年1月10日閲覧 ?Google Maps オーバービューマップオブアイマイナス35カートグラフィー o o グーグルインク o g l e インク2008年2月15日閲覧ありがとうございます